はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。はい、グランプリ14、多分14回目です。はい、やっていきましょう。で、今回はあとショップでまずカードを買って、大会に、出たいと思います。で、大会はチャージカップだったかな？これ、うん、これに出ようと思います。はい。まずはカード買いましょう。カード購入。お、いいね。まずこれ買おう。お得ノーマルパック。うん、キラキラ欲しいな。お、来た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 、びっくりした。おが来た、やったよ、やったやった、小川だ。いや、すげえ。あれだね、ちょっとグレード低くなってるね。うん、よし、じゃあノーマルパック買えるだけ買いましょう。オッケー。いやー、だったよ、小川来たよ、やった筒香だ。あ、サードなんだ、登録ポジションって。あ、そうなんだ、やった、筒香だよ。お、仲いい、いいね。いいね、結構当たり引いてんじゃないかな。やった、なんだ今日すげえ。あのね、今日魚座の運勢良かったんだよ。俺魚座なんだけどやったよ、やった、魚座の運勢良かったんだよ、ヤフー占いで。やった、あと1枚ですね、買いましょう。いや、これはこれはたまらんな。よし、オーダー設定します。前まではこのオーダー設定のところカットしてたんですけど、コメントでそこも見たいっていうのが、見たい見たいぜっていうコメントをいただいてたんで、はい、今回、カットせずに、はい、やります。やったぜ。あ、なんかその、こう見てる中で、今2軍にいる選手の中で、こいつ結構おすすめだよとか、そういうのがあれば、はい、なんか教えていただければ嬉しいです。小川だ！すげえ！どこで出そうかな？先発で出したいな。どうしようかな。誰外そうかな。いやー、セッツだよ、間違いなくエースだよ、うちの。よし、筒香ね、筒香入れようよ。いやー、入れてーな。代打として使えそうだよね。なんか持ってない？代打とか。持ってないのか。まあ、筒香でしょう。いやー、使えるわ。なんかチーム横浜作れそうだもん、このまま頑張れば。誰外そうかな。ここ外したくないんだよね。すごい守備として使えるんだよ。ここかな。うん、このね、伊藤隼太選手かな、名前隼太選手でいいと思うんだけど、まあ、ちょっとコメントで教えていただいた選手なんだけどね。はい、まあ、外すのもなんか気が引けるけど、まあ、そればっかりはしょうがないからね。はい、ありがとうございました。うん、よし、じゃあ、オーダー設定、ちょっと待って、筒香どこで出せばいいんだろう。まず指名打者でしょ。ここはこれで決まりでしょ。まあ打順はいいや。 DH なしさ、問題の方、問題は
筒香4番にしてえな。よし、 OK だ。じゃあ大会いきますか。チャージカップ、まあこれはね結構最初の方にオープンされた大会なんで結構余裕でいけんじゃないかなと。サクッといきましょう。キナガナベリー、向こうナイーブなアユが来てほしいかな。女の子っぽいし。よし、頑張ろうぜ。どうし、いや、セッツだろ、セッツ。なんだそのやる気のない感じは。いや、セッツでしょ。ここはセッツでしょ。あ、小川もありだな。小川で行こう、小川行こう、小川。よし。ちょっと今回グリエル休ませようかなと思います。うん。じゃあ、三塁。筒香で。左。あ、じゃあハーフマン、ちょっと疲労のこととか考えていろいろ、はい、やります。今回はなめすぎかな、このメンツだったら苦戦するかな。行こう、これで行こう。なんか俺あんまね余裕持って勝つのあんま好きじゃないんだよね。苦戦するぐらいが気持ちいいの。何言ってんだろうね。黒羽すごいね、打力上がってるよね、相当上がったよね。6番、これでいいかな。これでいきましょう。これいきます。みんな大丈夫だよね、いけるね。ちょっと待って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 待った。一塁置くか。一塁 G だけど、三塁にして、なんか一塁の方がなんか被害が少ない気がする。なんか、これ行きましょう。どうだろう。いっか、行こう。これで行こう。向こう4番ベタンコートだ。少な。メンバーボーナス。いやちょっとねグリエルがね出ずっぱだったからね疲労溜まってるから。そう、今日からあれだね、クライマックスじゃね、ごめんなさい、日本シリーズの、3戦目か。どうなるだろうね。すっげえ当たり前のこと言うけど今日勝った方相当有利だよね。よし頑張れ。さあここが勝負だがね、ちょっと1回しか使えなくなってるからね、この大会はバント来るんじゃないかな。よし、送ります。打ち上げてしまいました。取りました。送りバント失敗。抑えろよ。よし、セカンドが構えます。 OK、 ツーアウトです。ツーアウトランナー二塁となりました。打ちました田中。よし、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。リプレイでご覧いただきましょう。西さん、やはり強いチームというのはバッティングピッチング以外にも守備も。ケルマンが入ります。チャスメイク。打ちました牧原が抑えています。ワンアウト。頑張れ。よし、初めてフォアボール。ああ、ちくしょう。レフトが取りました。ツーアウトです。ツーアウトランナー一塁とかあります。筒香だ、嬉しい。これ嬉しいな。じゃあちょっとまず一発見ましょうか。打ってくれるんじゃない。打ちました。ナイバッチ。セカンドが前に来る。
セカンドが取る。一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。あ、そういえばうち長打力がなかったからさ、そういう意味では貴重だよね。2球目打ちました。いやもう筒香ね、どこ行けばいいの守備。ファーストのエラーです。6番バッター、一番被害少ねえと思ったら被害出て速攻出たよ。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。タッチ、はい、ボール失敗。モーションは盗んでいた。打ちました、流しました。ヘルマンがよし、きっと今のね筒香だったら落としたよ。筒香どこで使えばいいんだろうな。レフトかな。インサイド打ち上げました。弱くても勝てます企画だとレフトで使ってんだけど、抑えてスリーアウトチェンジです。どこで使うのが正解なんだろうね。2回の裏打ちました。アウト、ワンアウト。バッターボックス、頑張れ。やった、ナイワッチ。ライトセンター、いや、インサイドの難しいボールでしたけど打ちました。よし、掴んでツーアウトです。引っ張った、セカンド取る。一塁アウト、スリーアウトチェンジです。しかしこの回3回よし。それは宮西やっぱり笛で移動しちゃうのかな。まあ笛だからね、宮西がもう日ハム出るっていうんだったらまあそれはそれでいいんだけど、いいんだけどさ、寂しいな、好きな選手だったからね。ブルペン、見ようぜ福井優也選手。代打、じゃあ田村、はい、今さあピッチャーに打順が、いやまあ全然小川でもよかったんだけど。引っ張った、一塁送球アウト、ワンアウト。打順2球目打ちました、よっしゃ。ワンアウトからランナー、走れねえかな、無理だな。エンドラン、ランナースタート、ヒットエンドラン、牧原。よし、アウト、ツーアウト、ツーアウト、ランナー初球、ナイバッチ抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、ライト前ヒット。さあチャンスを広げていく、コンパクト、インサイド、ナバッチ抜けていった、いいね、サードランナーがホームに最高だ。ここはうまく打ち返していきました。あっと取れない、やった、ボールを拾って、うん、小宮山さん、バッターボックスには6番、よし行こう、ここが勝負だ。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。よし、これ古田の唯一の仕事だからね、ちゃんと映してあげるよ。はい、伸びる、まだ伸びる、ライトによかった。この点ご覧いただきましょう、追加点を挙げています。打ちました、一塁送球、一塁、ちょっとコールドはきついかな。しかしこの回、それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。筒を変えてもいいんだけどさ、なんか見たいよね。とりあえずスタメンはこれでいきます。はい、もうこの試合はずらさずに。これから4回ジャイアン
バッターボックス。初めて投げさせるのさ。打ちました。ちょっとどこまでできるのか見たいんだよね。アウト、ワンアウトです。アウトコース。大していいんでしょ。球威はあったよね。なんかコントロール悪いだけで。ストライクゾーンさえ入れば、まあどうにかなんのかなっていう感じはするけど。まあヒットはしゃあない。打ちました。いいね。一塁送球します。ナイピッチ。一塁アウトで、スリーアウト。もう一イニング行こうか。先ほどのプレーです。打順は8番。スワローズ攻撃が噛み合い、大量リードで中盤の攻撃に入りました。アウト、ワンアウト。頑張れ。アウトコース打ちました。ショートが落下点に入ります。牧原が掴んで2アウト。打ちました。しゃないね。牧原が掴んで3アウトです。いや俺さ、ちょこちょこコメントでさ、あの5回の表にゲーム糸井が出たとかさ、金子千尋もあったかな。超羨ましいんだけど。今回の俺のあの苦渋っていうかカードンっていうかさ、これは相当いいと思うよ。俺ウォーザーでよかったなと思うもん。打ちました。これは破りました。センター前。セカンドランナー三塁。なるほど。福井くんはちょっとイニングまたぎはきつい感じかな。さあピッチャーに打順が回る。ケツ。ここで。打ちました。これはどうか。レフトライナー掴んで、これで2アウトです。2アウトランナー、あっと反らしている、うん、自分で。いや、まあ、まあこのイニングは行かせるけど。引っ張った。これはどうか。ファーストの横抜けました。これでマルチヒット。盗塁でしょ。違うし、しっかり。ここで三遊間抜けた。二塁ランナー三塁も回った。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。ここはうまく打ち返されました。しゃあないね。よし。スリーアウト。反撃はここまで。リプレイでご覧いただきます。俺ね、ちょっとやりたいことがあって、前回の試合かな、前回か、抑えに平野を出してすげえ使いにくいみたいなこと言ってたと思うんですけど、マハラは、ま、いねえし。どこ行った。休んでんのか。マハラは、マハラ消えたんだけど。そっか、マハラ試したかったんだよね、抑えに。まあちょっと今回、まあ平野行こうか。今ちょっとね、平野のね、マイナス面での特殊能力がね、なんかちょっと邪魔くさいんだよね。いいね。ナイバッチ。筒香も打とうぜ、打とうぜ、どうせなら打とうぜ。打ったよしよし。はい、153飛んだね。インコースを待ってましたね。見事に捉えました。いやー素晴らしい。ライト方向を流しました。弾き返した打球はライトへ。ライト掴んで2アウト。2アウトになっています。さて今日のジャイアンツの先発は打ち込まれて交代した井原。今日はベンチの期待を裏切り。いいね、都合リリーフ。
まあ、パッと3人で終わらせてほしいですね。よし、打席には5番、打ちました。これはどうだ、田中、うまい、うまいね、いいね。1塁アウトです。まあ、今消えたけど、あの平野のねスロースターターがね邪魔くさいんだよね。ここでフォアボールを与えました。ゲッツ、インコース詰まりました。おい、ライト前ヒットになります。二塁はセーフ。おい、これが今日の何だ今のは。ワンアウトランナー。何、みんな平野のこと嫌いかい。ここでコーチが声をかけました。大丈夫だよ、落ち着いて、落ち着いて。ヒットでランナーは変化球打った、抜けた、セカンドランナー帰れるか。おいおい、ライト前ヒット、これでマルチヒット。さあピッチャーに打順が回ってきましたが、間違い起こすなよマジで。まあご勝負、よし、ここはランナーを変えさせません。まあご勝負、ストレート打った、高いバウンド、よし、あー危ね、ドキドキすんな。守護神欲しいな、守護神が欲しいな。いや、ちょっと思ったよりも苦戦してしまったな。オッケーオッケー、抑え能力アップ、やった、使おう使おう使おう。あー、今日なんかあれかな、デメリットみたいなのあんのかな。これが、あ、覚えれねえや、どっちにしても。セーブのつく場面だと少し強くなるけど、中継ぎ投手が少し弱くなると。なるほど、難しいな。ここら辺うまくこう使いこなしていきたいかな。まあ今現在ね、うん、采配ポイントもないし、これは変えないんだけど、うん、よし、よっしゃ、とりあえず勝ちました、うん、よし、次も頑張りましょう。はい、そんじゃ今回ここで終わります。バイバイ。